こんにちは、エヴァトタケシです。今回は、悩みがあることに悩む必要はないというテーマでお話ししていきたいと思います。人生というのは、うまくいかないのが当たり前です。なぜなら、私たちはいろいろな制約を受けて生きているからです。私は宇宙に行きたいんですと思っても、私たちは 重力という制約を受けているので、地球にへばりついているしかありません。私は宇宙で生活したいんですと思っても、私たちには酸素がないと生きることができないという制約があるので、地球で生活するしかありません。お金持ちになりたいんです。人気者になりたいんですと思っても、自分の思い通りにいかないのが当たり前です。私たちは、うまくいかないのが当たり前のことを、 うまくいかせようと頑張ります。なぜなら、うまくいったら嬉しくなったり、うまくいかなかったらどうしようという不安から解放されたりするからです。私たちは放っておけばうまくいかないことを、どうやったらうまくいくだろうかと考えます。そのような思考をしている状態が悩むということです。人生はうまくいかないのが当たり前なのだから、悩みを抱えるのも当たり前ということです。 私たちは悩みを抱えているのが当たり前なのに、私には悩みがあるんですと悩む人がいます。なぜそんなことになるのかというと、それは悩みがあることがおかしいと思っているからです。悩みがあるのはおかしいことだと思っているから、悩みがあることに悩んでいるということです。どれだけ頑張っても次々と悩みが出てくるんです。悩みがなくならないんですと悩んでいるということです。 悩みがないのが通常だと思っていると、常に悩んでいる自分をダメだと責めるようになります。悩むことがいけないことだと思っていると、悩む自分をダメだと責めるようになります。こんなことで悩んではいけないんだ。自分がダメだから悩むんだ。と思うことで、ただでさえ悩んで苦しんでいる自分に、さらに苦痛を与えることになります。 人生はうまくいかないのが当たり前だけどうまくいく可能性を高めるための努力をすることはできます。私たちは悩みを抱えるのが当たり前だけど痛みを軽減する努力をすることはできます。人生は自分の思い通りにいかないのが当たり前なのだから人生は自分の思い通りにいかないのが当たり前と受け入れることで次のステップに進むことができるようになります。 目標はなかなか達成できないのが当たり前と思うことで、じゃあなかなか達成できないプロセスを楽しむしかないんだなと考えられるようになります。簡単になりたい自分になることはできないのだから、なりたい自分になるための長い道のりを楽しむしかありません。こうしたらお金持ちになれると思ったけど、うまくいかなかった。じゃあ次はこうしてみよう。きっとうまくいくぞと期待することで、 自分を楽しませることができます。こうしたらモテると思ったけど、思ったほどモテなかった。じゃあ次はこうしたらモテモテになるに違いないとワクワクすることで自分を喜ばせることができます。私たちは人生の大半を自分の思い通りにいっていない状態で過ごします。なので自分を幸せにしたいと思ったら人生のほとんどを占めるうまくいっていない時間を 楽しむための工夫をすることが大切です。人生がうまくいかないのは自分がダメだからだと思うことでうまくいかないことを楽しむことができなくなります。悩む自分をおかしいと思うことで悩むことを楽しむことができなくなります。悩むというのはうまくいっていないことをうまくいかせるためにはどうすればいいかと考えている状態です。 そのような思考プロセスをあってはいけないものとして排除しようとするか、あるいはせっかくだからそれも楽しんじゃおうと考えるかは自分で決めることができます。ということで人生は自分の思い通りにいかないのが当たり前なのだから失敗したり間違ったりしたときそんな自分をダメだと思う必要はありません。失敗した、がっかりだとしっかり落ち込んだ後は よし、次はこうしてみよう。きっとうまくいくに違いない。とワクワクしていってほしいと思います。人生の大半を占める、うまくいかせるためにはどうすればいいか、と悩んでいる時間、うまくいかせるために試行錯誤をしている時間を楽しむことで、人生を充実させていきましょう。今回も最後までご視聴していただき、ありがとうございます。 素敵な一日を送っていきましょう。エバとタケシでした。